フルエキスパンダーサイクルの模式図。ノズルと燃焼室から熱を受け取った推進剤でターボポンプを駆動する。エキスパンダーサイクルとは2、液推進系ロケットエンジンの動作サイクルの一つである。燃料蒸気を作用気体としてターボポンプを駆動し、液体燃料と酸化剤を燃焼室に送りロケットの推進を実現する蒸気機関と内燃機関の複合サイクルエンジンである。燃焼前の液体燃料の一部、または全部を高温の燃焼室やノズルの周囲へ循環して冷却するとともに、熱交換で気化した燃料でターボポンプを駆動する。このターボポンプ駆動により、燃料と酸化剤は昇圧され、エンジンの燃焼室へ送られる。また、後述のフルエキスパンダーサイクルの場合ターボポンプを駆動させた燃料蒸気も燃焼室に送られる。エキスパンダーサイクルのエンジンでは、熱交換によるガス化が必要なため、液体水素や液化メタンのように沸点が低く、容易に気化する低温燃料が必要とされる。エキスパンダーサイクルは自力で始動が可能で、燃料弁を開くと内圧を維持するためのヘリウムガスで加圧された燃料が燃焼室やノズルに送られ、気化、膨張することにより、ターボポンプのタービンが駆動され、ターボポンプによって昇圧された燃料と酸化剤は燃焼室へ送られる。タービン駆動後の燃料は酸化剤とともに燃焼室に噴射され燃焼することによって水力を生み出す。種類としてフルエキスパンダーサイクルとエキスパンダーブリードサイクル等があり、フルエキスパンダーサイクルではタービン駆動後の全燃料は酸化剤とともに燃焼室に噴射され燃焼するので推進剤を効率的に使用しているように見えるが、燃焼室圧力によってタービン配圧が上がるため、タービン効率が低下するとともに燃焼室圧力が上げられないためエンジン効率が低く、最大水力も低い。エキスパンダーブリードサイクルでは、タービン駆動後の推進剤は別途廃棄される。したがって、フルエキスパンダーサイクルに対して、タービン配圧を低いままで、燃焼室圧力も高くすることができる。エキスパンダーブリードサイクルでは、タービン駆動用に用いるのは、推進剤の一部のみである。タービン駆動後の推進剤を単に廃棄せずに、スカートのフィルム冷却に用いることもある。液体から気体への相変化を伴うため、フルエキスパンダーサイクルでのエンジン水力は事情3条の法則により、水力の限界がある。エンジン水力の増大に向け、ベル型ノズルを大型化すると、ノズルの表面積は、直径の事情に比例して増える。しかしながら、加熱しなければならない燃料の体積は3乗に比例する。そのため、ノズルの開口部を大きくしても、燃料ポンプのタービンを駆動するために必要な燃料を十分に加熱することができない。ためフルエキスパンダーエンジンの最大水力は、約 300kN と目される。一部の燃料を、タービンや燃焼室の冷却用途に用いず、直接主燃焼室に噴射する、バイパスエキスパンダーサイクルでは、より高水力が得られる。リニアエアロスパイクエンジンでは、直線上のエンジンの形状によって事情3条の法則から逃れており、エンジンの幅が増えると、加熱するべき燃料の体積と受け取れる熱エネルギーも、比例して増えるため、任意の規模のエンジンを作ることができる。いくつかのガス発生器サイクルでは、ガス発生器に転化するまでに、エキスパンダーブリードの手法で、ターボポンプを起動する場合がある。代表的なエキスパンダーサイクルのロケットエンジンとしては、プラット&ホイットニー RL-10 や RL-60 また計画中のアリアン 6.1 乗弾用のVinciが挙げられる。エキスパンダーサイクルには、他の種類と比べていくつかの利点がある。エキスパンダーブリードサイクルの模式図。ノズルと燃焼室から熱を受け取った推進剤でターボポンプを駆動する。駆動に使用した推進剤はそのまま排出される。クーラントブリードサイクルとも呼ばれる。2016年現在、日本だけが実用化している高信頼性エンジンサイクルで液体酸素、液体水素上段エンジンである LE-5A、LE-5B で採用されている。エキスパンダーブリードサイクルでは、燃焼圧を上げることが難しいエキスパンダーサイクルの欠点を軽減するため、ノズルと燃焼室で熱交換した推進剤のうちターボポンプの駆動に用いた分を燃焼室に送らず排気する。これにより、タービン排圧が燃焼室圧力よりはるかに低い圧力となるためターボポンプの効率が向上する。また、ターボポンプ効率と燃焼室圧力のトレードオフを考慮する必要がなくなり高圧燃焼させやすくなることからフルエキスパンダーサイクルと比較して高効率にできる。三菱重工とプラット&ホイットニー・ロックトダインが共同開発していたメガバイト XX エンジンでは燃焼圧を LE-5B の 3.6 パから14パに上げることでエンジンの推進能力の評価としては非推力467秒というフルエキスパンダーサイクルをもしのぐ性能に目処をつけている。ただしタービン駆動用の燃料が推力に寄与しないためその分も推進剤の消耗として参入した場合の非推力はクローズサイクルの2段燃焼サイクルやフルエキスパンダーサイクルに劣る。一方で2段燃焼サイクルと比べて構造が簡素になること、ターボポンプ作用機体も低温となることから低コスト化が図れ、エンジン始動時の制御性と信頼性は格段に向上する。液酸、液水エンジンの場合、ガス発生器サイクルと同等の効率が実現でき、始動性、再着火回数、信頼性も向上する。最大推力も 2000kN 程度まで可能と見積もられている。エキスパンダーサイクルのエンジンエキスパンダーサイクルエンジンの搭載機、エキスパンダーブリードサイクルのエンジンメガバイト、XX の模型、エキスパンダーブリードサイクルエンジンの搭載機。ありがとうございます。